皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学、平面図形の2回目。今回は直線と直線の位置関係についてお話しします。まず最初に直線の位置関係を3つ名前を覚えて、後半で直方体を使ってこの3つの位置関係確認していきます。では始めます。直線と直線の位置関係、これには次の3つがあります。同一平面上にあるときの2つです。平面というのは、まあ皆さん紙をイメージしてください。紙が永遠に全ての方向に広がっている状態、これを平面と言います。でも永遠に広がっているので図で書くと分かりにくいですよね。ですからここにそれを切り取った四角、これが平面だと思ってください。一つ目は平面で交わっているものですね。交わるという位置関係です。これが一つ目の位置関係です。二つ目は同一平面上にあってずっと交わらない状態、これを平行って言いましたよね。平行ってこんな印つけました、覚えてますか。2つ目は同一平面上にあって交わらない、これを平行ね、平行の位置関係、これが2つ目の位置関係です。3つ目は同一平面上にない場合ですね。同一平面上にない場合、これは交わらないし平行でもない状態になります。ここに平面があってその上に直線がある、それを別の方向から直線が来てこの平面を突き抜けているという状態です。これをねじれの位置、 ねじれの位置とこのように言います。ねじれの位置、例えばこの紙を使って説明すると、この紙にこう直線書いてありますよね。この直線に対して別の直線がこの平面を突き抜けるように進む場合ですね。このように突き抜けるように進む、ここ通っちゃうと交わっちゃうので、この線上を通らないで平面を突き抜けるように進む状態ね、このように進む状態ですね。これがねじれの位置という関係になります。では次は直方体を使ってこの3つの位置を確認していきましょう。それでは直線と直線の3つの位置関係、直方体を使って確認していきましょう。ここに直方体の絵があります、上の面が ABCD、 下の面が EFGH になっています、この図を使って説明していきます。図だと分かりづらいという人は実際に直方体使いましょう、何をってティッシュの箱きっと家にありますよね。それを使ってみてください、この動画でもこの図と箱を使ってやっていきます。まず最初に直線 AB に平行な直線、直線 AB に平行な直線、これを見つけていきます、これ線分 AB になっていますけれど、直線と直線の位置関係なので、この AB がずっと長く続いている、他のところもずっと長く続いている直線だよと、こう考えてくださいね。では直線 AB に平行な直線、平行というのは同一平面上にあるという位置関係、その仲間です。ですからまず ABCD、 この面で考えましょう。 ABCD ですね、この面で平行というのは DC がありますよね。ですから直線 DC、 これは直線 AB に平行な直線と言えます。じゃあ前の面、この部分ですね、 AEFB、 前の面 ABFE と、この面、ここでもこの EF の部分って平行ですよね。ですから直線EF、 これも AB に平行、そういう直線だということですね。それからもう一つあります。それは DC の下のところにある HG という部分です。直線 HG、
これも直線 AB に平行な直線になります。これ同一平面上にないんじゃないの、とそう思っちゃう人いるかもしれません。でもこれってね、同一平面上にあるんですよ。この BFGC のところに B から G までちょっと対角線を引きますね。こちら側も A から H に向かって対角線を引いていくと、実は平面の ABGH というのができるんですよね。そういう長方形ができます。その AB と向かい合っているところが HG になるので、これ同一平面上にある、とそして交わらないんで、直線 HG は直線 AB に平行、こういうことが言えます。さて次は直線 AB と交わる直線、これは簡単です。直線 AB ってここでしょ、これと交わるってことは A 点で交わっているものと B 点で交わっているもの、これを見つければいいんです。 A 点で交わっているというのは A 点ここですよね、ここです。これは DH って A 点で交わっている直線ですから、直線 DA、 これが直線 AB と交わると、こうなります。同じように A 点で交わっているのが下の E から A に向かっていく直線、ここですよね、箱だとここの部分、ここの部分、つまり直線 EA、 これも A 点で直線 AB と交わると。同じように B 点も考えると CB という直線と、それから FB という直線、FB という直線、これが B 点で直線 AB と交わっている直線、これになります。次は直線 AB とねじれの位置にある直線、これはもうこちらで出ている7つの直線を除いたものになります。今入っているのが EF と HG と DC 入ってますよね。交わっているものは、あとはここの部分が交わっていると、あ、ここの部分ですね、間違えました。ここは、ちょっと引いちゃいましたけど、ここは違いました、ね、ということはこれに入っていないもの、一番最初にちょっと間違って引いた GF というのは直線 AB と交わっていないですし、平行ではないということなので、 GF この部分は直線 AB とねじれの位置、こういうことになります。同じようにここの部分も AB と交わっていないですし、平行ではないので、直線 HE、 これもねじれの位置にあるということになります。さらに縦の部分 CG の部分と DH の部分、これも平行ではないし交わってはいないので、直線 CG、 それから直線 DH、 この2つも直線 AB とねじれの位置にあると、こういうことになります。今回直方体でそれぞれ平行、交わる、ねじれの位置、これを確認してみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。途中ちょっとね失敗しちゃいましたけど、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。さようなら。